ラーメンはちょっとスイさんね、117キロだからちょっと我慢してもらわないと、ね。すいません、ありがとうございました。疲れてんだろ、仕事で。別に疲れてはないんです。疲れてんだろ。はい。ね、寝ろよ、家帰って。はい。どこ行くぞ。すいません、ありがとうございました。お世話も、すみません。はい。カバンと、ね。ありがとうね。こちらさん、ありがとうございました。うん、呼んでいただいて、ありがとう、嬉しかったです。ちょっと、えちゃんに LINE 交換してよ、早く。はい。ありがとうございました。帰ったら報告しろよ。はい。ありがとうございました。うん、お嬢さん寝てないの。うん、寝てないんだって。俺さ、翼と配信外でラーメンはちょっときついなと思って。うん、きつかった。ちょっと想像したんですよ、配信外で翼と二人でラーメンすするのは。ちょっとちょっと耐えられなかった。機長とかだったらいいけど、うん、きつい。機長もずっと配信したでしょ。うん、俺が呼んだんだね。俺が呼んだんだけど、うん、まあ頑張ったらね、ちょっとやだ。二人好きないっす。キンクマリアス。あー、リアス。うん。機長さん疲れてんだって。うん。明日の12時でここ終わりますね。この家。で、6月1日にもう一回来ます、ここに。立ち合いで、うん、うつや編終わりです。人生で何回引っ越しがあるんだろうね。僕はもう免許証の裏がさ、もう紙貼られてさ、1枚目なんだよね。もう次引っ越したら2枚目いっちゃうね。すごいわ。うん、タコシが来るの次。怪しまれるよ。ハト来た。何、神戸に引っ越す。うん、四谷の前どこ行ったっけな。どこ行ったっけな、あれ。わかんねえ。あ、西麻布だ、そうだ。うん、西麻布。で、あそこも住んだよね。六本木も住んだけど、その前に新宿の中落合も住んだよね。中落合。うん、中落合も住んでたよね。何回引っ越すんだろう。神戸まだ部屋決まってない、うん、大阪もね、桜川ね、うん、審査落ちた。あ、ね、落ち合いの時ね。うん、特定やめてください。うん、関西なんか縁があるよね。
関西は。あ、猫マンチもね、住んでた。うん、みっちゃんと住むのは、まあ、目がかかるじゃん。子供いるしさ、夜中にお前がやってたら教育に悪いじゃん。イベラスなんか12時回ってさ、隣の部屋からお前が入れたらさ寝れねえじゃん。うん、下ネタも喋るしねだから家借りないと。うん、そうでしょ。信じられないね、荷物がもうないで、信じられない。本当にもう四ツ谷の家がなくなるんだな。うん、1年経ってない、11ヶ月。好きでした、ここね。いい経験したね。違約金かかるかもしんないね。うん、電波いい。わー、悪いね、悪い。さっきも落ちたもん。電波っていうかもうクラッシュ落ちだから、アプリの問題だね、これ。めっちゃウーバー来たね。100個ぐらい来たんじゃない通算で。うん、うん、彼女は隠した方がいいのか。いや、隠しどうなんだろうね。隠さない方が楽だけどね。うん、ラーメン行かなかった。薬飲んでないよ。朝と昼飲んで、あと夜だけ。あ、ボーンルームね。見たけどね、なんかあんましっくりこない。神戸に引っ越しますよ。何回も言ってない。だいたいわかるでしょ、ミツと付き合ってんだからさ、神戸に引っ越すんだなぐらい。わかんない？うん、バカなの？ミツと付き合ってんだよ。何回聞くのこれ。うん、バカなのかな。みっちゃんいるから神戸なら、別れたら神戸また引っ越し？なわけないでしょ、別れないでしょ。うん、なんで付き合ってる彼女がいるのに別れるのを想定するの、バカなのお前。うん、なんで別れることを想定して付き合ってんの。うん、別れないでしょって。別れさせたいの、ガチ恋なのお前。別れるわけねえだろお前。別れないよ。わかんねえよじゃねえんだよ。別れねえよ。失礼なやつだね。
いい加減にしてよ。うん、だから神戸に引っ越すって言ってるだろ。うるせえな。書いとくかも、うるせえから。うん、うるせえよマジで。どこじゃねえんだよ、まだ決まってねえっつんだよ。引っ越すたびに分かれてるけど、うん、あとね、新しく新曲構えるやん。その時彼女いないバージョンね、彼女いないバージョンで新曲構えると、家具とか全部揃えて、さあこっから配信頑張った時に彼女ができて、また彼女のとこ行くみたいな。うん、結構多いですねそれ。せっかく新曲構えて家具とか揃えたのに彼女ができて引っ越すみたいな、結構あるねそういうパターンね。うん、次のソファの予約やってないですよ、やってないです。うん、引っ越す引っ越す、今日が最後です。明日の12時にもういなくなります。うん、そうだね、狭いよねここ、マジで狭い。でここしかさ審査降りなかったから、もう終わりだねここは。うん、家電何回 ?3、4 回揃えたね。めっちゃ金使ってる。機長帰っちゃったよ。疲れてる。眠いんだよ。寝てないんだよ。黒川3ヶ月ぐらいいたね。何ヶ月だっけ ?2 ヶ月半ぐらいだっけ ?2 ヶ月ぐらい。なかなか決まんなかったから、ここが決まんなかったからずっといたよね黒川にね。うん、神戸の風俗来てください。風俗は行かないですよ。うん、行かないです。あ、ここはだいぶ使ってないね。俺さ、フローリングめっちゃ、これ大丈夫かな、これ穴とか開いちゃってんだけど、これ言われるかな、めっちゃ傷ついてんだけど、こういうのとかやばい、穴開いちゃってんだよ、なんかしんないけど剥がれちゃって、大丈夫大丈夫なの？パテで埋める？金取られる？大丈夫なの？床は。保険でいる間に直せばよかった。秘書さん帰った。うん、いや、タバコアイコスだから大丈夫じゃない？大丈夫でしょ？髪巻きは吸ってないんだから。張り替えんのこれ、めちゃくちゃ綺麗だよ、壁紙。大丈夫でしょこれ、めちゃくちゃ綺麗じゃない？大丈夫だよね。綺麗でしょうよ。アイコス張り替えんの？こんな綺麗でも。大丈夫だよ。
カーテンは明日捨てる。うん、太りすぎ、すいません。明日から何もないお部屋でのサバイバル配信楽しみにしてる。明日から何もないお部屋でのサバイバル配信、明日からどういうこと、みっちゃん、これ何もない部屋でのサバイバル、うん、帰ってくるな。いや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 、部屋借りれてないよ俺。やだよ、サバイバルできないでしょ。布団もなんもないんだよ、だって。無理っしょそれは。無理よ、なんもないんでしょ、だって明日荷物出しちゃったらもうなんもないよ、布団もなんも。自撮り棒だけでいい、スマホと。いやダメでしょ。うん、やだよ、帰るよ。やだよ、ここで寝るしかないじゃん、ここでこうやって。布団もなんもないなんて。あ、これもないのか、これもなくなるじゃん、これもなくなるじゃん、ダメじゃん。いや無理無理無理。この椅子でカーテンしかないね。そういえばこれでさ、外配信した人がいたんだよ前。これでさ、外出てさ、これでこれで外配信した人いいの知ってる、伝説の配信者さん。これでさ外配信したんだよ、ガラ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 って。どうなったと思う、どうなったと思う、どうなったと思う。タイヤ壊れたね、ドライブスルーして。あれさ、確かバンになんなかったっけ、警察来たよね、警察来なかったね。道路交通法違反になるよね、確か。なってないやね。あれ警察来なかった、来たよね、バンなってないあれ。タイヤガリガリだであれ。うん、なんであんなことやったんだろうね。見たかった、注意されてたよね、通報されて。いや炎上するだろうな、これで外出ちゃうんだから。これで進まないだろうね、アスファルトじゃ。うん、あれ動画残ってないかな、あれだいぶ前だね。金がなかった時だから。ああ、思いついたの。うん、これで神戸はきついわ、きつい。 YouTube あるんだ。いやー今炎上するんじゃない、やったら。規制入るよね、アカウント。うん、ゼロワンハウスの時だね、名古屋のね。うん、 YouTube なんて調べて出るか分かんない。
あ、これ？あるわ。伝説のドライブスルー01、椅子で牛丼をドライブスルーする。3年前、11月9日。うん。これ。すいません。外でさ、しかもこれいいやつじゃない、これ。あ、GTR レーシング、GT レーシングか。2、3万するね。あれ失敗したわ。見てるんなら初めに言えよ。ずっと 見てたじゃん。よく考えるよな。すげえな。うん。こういう配信者さんいないの今。こういうの思いつくの。うん。ね、もうだからセンスだよね。センス。この考える思いつきね、圧倒的ひらめき、これやったら湧くんじゃねえか、頭の中考えるわけよ。うん、よしこれだ、今できないか。うん、必死だわな、やっぱり。やっぱ大手になりたい一心でね、人がやってないことを思いつくわけよ。そうじゃないと売れないわけよ、何の仕事でも会社でも。ね、発想よ、圧倒的なひらめき、それが月1000万稼げる社長になるわけよ。すごいでしょ。あと過疎の人たちはその発想がないわけよ、センスも。いつも30人とかでしょ、過疎の人は。10人とかリスナーさんがもうついてこないわけよこいつ面白いなって思わせなきゃダメだ、おもろいことやってるやん、あ、見てみるか、うん、他はやってないからそんなことね。うん、だからこの人は売れるなって思って、じゃあずっと応援してあげようってなる。おもろいやん、こんな基地がやるのお前。いっぱいコメントもうすごい溢れるわけよ、必然的にね、草が生えるわけよ。書かせてんだよ、だからそういう配信をしてね、あぶり出してんだよ、そういう配信をしたらね、コメントが走るわけ、勝手に。すごいよね。なんか面白いことしたら勝手にアイテムも入るし、コメントも流れるわけよ。うん、でテンションも上がってくるわけよ、こっちも。うん、うわーって燃えてくるわけよ。で何時間だって配信できるわけよ、テンションが上がればね、モチベも上がって、でアイテムも上がればね、もう何時間だってできるわけよ配信って。そうすると一生懸命だったでしょ配信で、そうするとリアルな人を大事にできなくなっちゃう、周りが見えなくなっちゃう、全部ネタに使っちゃう。面白かったらいいや。そうするとリアルの人間が離れていってぼっちになると、最終的に。うん、それはやっぱ配信に魂を売っちゃうとね。うん、振り切っちゃうとやっぱり。うん、振り切るとやっぱ閲覧もアイテムもうなぎ登りよ。うん、振り切ってる人がいないわけね、結局。だから何でもできるときにそういうチャレンジし
した人が強かったよね。だ今こんなことできないから、だから今から大手になるってのは結構難しいよね、時代的にね。その時に爪痕残しとけば、たくさんの人がリスナーになるわけじゃん。うん。だ今氷河期だよね。いくら面白いこと思いついてもやったらアカウント規制入るし、うん、だからいい時に売れちゃったのよ、ゼロワンとかね、せいちゃんとか、何でもできた時代に爪痕残して知名度が上げといたから、今こんなの過疎がやったら落とされるよ。そう、だからあの印税が印税で食ってるみたいなもんだよね。その時に面白いことしたから、あこいつ面白いわでファンがいっぱいいるでしょ。うん、いやこの氷河期をどう乗り越えるかね。もう面白いことできないよね、振り切ったこと難しいよ。だからかわいそうだね、今から売れようと思って頑張っても無理なんだよ。うん、こんなできないで、ゲーミングチェアでマクドナルドのドライブスルー、これはバンになるね。これはこれで外出ちゃうんだよって、これでこれ警察呼ばれるよ。うん、あスキヤだった、マックじゃないの、マックでしょ、すいませんっつって、うん、スキヤなんだあれ、あマックじゃないの、誰だよマックって言ったやつ、スキヤなんだ、スキヤのドライブスルー行ったんだあれ、あ牛丼って言ってた、牛丼買いに行っちゃうな、これで思いつく、ゲーミングチェアで外出て牛丼買いに行くって思いつく、天才だよ、だから天才、川西浩平は天才なんだよ。うん、だから誰も超えられないんだよ。うん、すごいでしょ、ずっとマンスリー1位なんだから、ナイスも勝てれているの、あの眠かろうが仕事だろうが、あの必然的に見てしまう、釘付けにさせる能力がある、だからああもう仕事で疲れて帰ってきて、ああもう眠たい、ああゼロワンやって見なくちゃってなる、だから数字もすごいんだよ。うん、どんなに忙しくてもリスナーを見るんだよ、友達といようが彼女といようが奥さんといようがね、家で絶対ふわっち見ちゃう、徹夜して見ちゃうでしょ、だからそうさせないといけないのよ配信者ってね。うん、そこまで虜にさせないといけないリスナーさんをね。うん、あ、こいつつまんねえな今日の枠、まあ後で見るわ、うん、展開あるか、あないわ、あじゃあいいわ、閉じちゃう。でふわちのトップがつまんなくなっちゃうと、もうふわち自体も見なくなっちゃう、傘もどうせつまんないと、うん、ふわちゃんがもういいか見なくて、うん、でおわちになっちゃう。うん、で今の若手たちが頑張ってるんだけど相次ぐアカウント規制、うん、頑張ってるんだけどね、アカウントを守れてない、うん、山田とかね太郎とか、うん、難しいっすよね今ふわっち、だからビッグ3が配信してないと一番トップの人がね、閲覧200、300の時代が来るんですよ。ふわっち一番閲覧多くて200、300、
これずっと続いてたらどうなっちゃう？終わっちになっちゃう。うん、一人も千人の人がいないとね。うん、でも雑談だけやってたらつまんない。やっぱり確かにずっと雑談してたらアベレージ下がってくる。たまにはやっぱ沸かさないと。うん、ね、沸かさなきゃダメなんだよ、たまには。で、あんまりやりすぎるとアカウント規制かかる。難しい。うん、イベントばっかりでしょ。うん、料理配信とかね。あとは家でさ、炎上した人のさ話題だよね。うん、つまみ食いしてタイトルにしてさ、あれどうなのみたいな、どうなの配信。あ、聞くまま便乗なんかあんの？炎上なくない？炎上してんの？あ、聞くまま、うん、考察ね。考察するしかないよね、家で、ね、炎上したやつを。今炎上してないでしょ、誰も。これ業者が、運ぶ業者が。たくま A 番じゃないんだよね。なんで A 番じゃないんだよ。しのぎがね、ちょっと今あれだね。76円です。やめていいですか、そろそろ。76円しか稼げてないんでやめていい、うん、終わります。うん、36分で76円、終わってもいい？やめていい？うん、いやもうつけないですね。すいません、帰った。76円じゃ、もうモチベがね。うん、いやモチベーション上がったよ、だって76円って。うん、外はいいでしょ、外は。うん、もうよくない？今日はもう、今日はいいよ、もう疲れたもん。何時間やってんのこれ。あ、くまちゃんナイス。あー、お姉さんはどっちか深い。あ、ほっか。あ、まみちゃんね。
か。寒いっしょ。だって服ないもんだって。何もないでやって。外行ったって。事件も何もないで。なんかもらった？何が？ああ、安いやつ、あれ安い。安いやつ。ありがとうございます。ケーキどんつけますけそりゃあ、すいません、さっき安いやつって言って、すいません、すいません、特命さんです。安いやつって言っちゃった人からバースデーケーキ、すいません、冗談なのに怒ってないですか、すいません。安いやつって言っちゃった。うっそ、え、出た、うっそ、うわー、やー、出た、嬉しい。
嬉しい。うそ。特別ありがとう。嬉しい。マジか。一個で。ありがとう、徳部さん。すごいよ、この人。ありがとう、マジで。7万5千。マジか。ここで出たか。すげえ。えぐいって。7万9千になってる。マジか。7万きた。ありがとうございます。安いのね。ありがとうよかった。愛ちゃんありがとう。愛ちゃんもいっぱい投げてくれて。匿名さん持ってんだよこの人。あんた20倍とか出す人だから。持ってるわ。持ってる匿名さんやっぱ。持ってるわー。すげえよマジで。もぎ取ったよ。そう、さすがレベル100の人ね。神様だ。なんだろうな、このタイミングなの、なんなんだろうね。すげえね、興奮したね。やっぱ無欲かね。だから俺が欲しがると出ないじゃん。なんでもない時にパンって投げてさ、あれ出るんだね。20何万とかのやつの時に出てほしかったね。あーどんつくらすこい。あーいちゃれやす。あれなんだね、超大当たり。いやー、風船とかじゃなくてさ、ゴールデンドリームで出してくれるとこよ。引っ越し祝いでしょ俺に。いやー嬉しすぎる今のは。マジで金風船と金熊はあるんでね、超当たり。うん、で5枚に戻るんだっけ。ほら5枚戻ってるわ、戻るわ。うん、いや嬉しい、持ってる。うん、それな、ジャックポットな。1位は3万円だから。えぐいて。7万。あ嬉しい。僕のとこ出た、今出て出した7万5千。すごいよガチで。あ、今もらったガチで。うん、見せてあげるよ。ガチで入ってる、ガチで、ガチで入ってる。ザクッと来た。増えた。すげえ。入った。ガチめに。入ってる。
っとよかった、はあ、78円だったの最初、100円いかなかったんですよ最初ね。でアイテム来てね、安いやつって安いやつありがとうございます、からのバースデーケーキ、からのスペシャルハート、からのゴールデンドリーム超当たりジャックポット、時給だから8万、時給8万です。ありがとうございます、ジャックポット愛されてるわ、ほんまに感謝です。特命さん出してくれて、引っ越し費用、そうですね、生の人もいる中、時給8万円です、ありがとうございます。さすがや、感謝しかない、うん、いい思い出になったマジで、持ってるわやっぱり。嬉しい、これがさ、40万だったらよかったね、たらればだけど、40万だったら頭おかしくなってたね、一撃40万だったら、うん、もし誠司さんがリスナーだったら、お金持ち配信者より貧乏配信者見る方が楽しいと思いませんか、両方、うん、あの貧乏の配信者さんってさ、なんかね、面白いことやるからアイテム先にくれっていう人多いね、結構見るけど。俺だって大手みたいに面白いことやりたいんだよ、だけど金ねえからできねえんだよ、アイテムくれよっていう人が結構多い、うん、最近見た過疎の人でね、うん、そんなことばっかやってたよ、うん、金がねえから何もできねえんだって言ってたよ、面白いこと、偉そうなやついたね、過疎で、うん、俺も面白いことやりてんだけど金がねえんだよ、何もできねえんだよ、アイテムくれよじゃあ、うん。言ってたね、とある配信者さんが、ズボンのがいい？やっぱりズボンあるかな。うん、あの傘の人がさ、あのプラチナプラスに抜け出すきっかけってなんだろうね、ウッキーとかさ、ねえ、突破口ってなんだったろうね、そこだよね。だからそこはちょっとインタビューしに来たよね、過疎でさ、プラチナパラスの人、うん、なんでそんな20人30人の人でプラチナパラスになったんですか、ブロンズからね始まって、そこを聞きたいね、下積みがなくてパーンって売れた人ね、そのバクナゲさんがどのタイミングでね、どんな配信をしたらついたのか、あ、それ見た、ウッキーね、フォローとフォロワーの数すごいんだよね、翼どんつくらすかい、うん、付き合ったの、うん、どのタイミングでブロンズからシルバーゴールドプラプラ、短期間でさ駆け上った人たち、どんな配信したらそうなったの、あ、まだどんな配信したのって聞きたいよね、ちょっと、うん。
んなんだろう、そこみんな聞きたいんじゃない、やっぱり他のくすぐってる配信者さんたちは。うん、ウッキー突然入れたでしょ、パーンって。あと、なんだっけ、DJ の人なんだっけ、あれ DJ 北海道の全身黒タイツのミスターギリギリか。うん、可愛さ、面白さ、なんだろうね、下積みがないとね、やっぱりね。うん、マニアがいるから。ラブリン一人でプラプラ。太郎も最初俺見た時過疎だったよ、10人ぐらいだった、覚えてる、まだ俺キツネ役で。で俺がなんか無料アイテムかなんか投げたら、あ、セイジさん、そしたら俺のアンチがバーって来て、セイジはブロックしろブロックしろって来て、え、ブロックすればいいの、ラジコになって俺ブロックされたことある。うん、すごい酒飲んでて、なんかね、性格悪かった、その時口も悪かった、すごいなんだこいつはと思った。うん、俺アイテムいらねえからよっつってた、その時金あるからよっつって、なんか大手が嫌いみたいな。うん、俺は過疎でいいんだよ、アイテム上がらねえからさ、そんな感じだった、なんか拗ねてた。うん、ブロックされたの、太郎に。誰だこいつとか言って、セイジ、あ、見たことあるかもとか言われて、いいや、ブロックしちゃおうつって、ブロックされたことある。尖ってた、めちゃくちゃ。うん、今じゃね、もうプラチナプラスの上行くからね。うん、すごかったよ、なんだこいつと思って。うん、今日のタイトル、ダイヤを舐めるんだって天狗になったらダメだよね、やっぱり。あ、謙虚じゃないと。あ、なんで応援始めたか、ハーゲンダッサンに聞きたい、俺も聞きたいね。なんだろうね、バックナゲスさんが過疎なのにこうプラチナプラスまで持っていく、なんだろうね、一人でさ何百万で投げてしまう。うん、ふわっちはあるからね、なんだろうね。であんまりさ、その赤出しでさ爆投げさんがつくのはいいことなんだけど、癖のある人だとさ、小投げの人たちもさいなくなっちゃうんだよね。なんかオラオラの人でさ、なんかラジコンしてくる人、そうすると周りがさーっていなくなっちゃうんだよね。すごい難しいよね。でもその人がいなくなったらさ弱くなるから、切りたくないじゃん、配信者もね。うん、でお前らも投げろよとか言いながら、ファンタスティック、俺しか投げれんのかとかさ、でファンタスティック、おおパチパチじゃねえんだよとか言ってそういう人にさ応援されるとやっぱきついよね。うん、やらないことある、きついでしょ、一気に空気がね、流れ変わる。あ、失敗したの、前日。癖のある人に応援されるときついで、そういう人って大体すぐいなくなるからね。うん、
有り余る財力でさ、もう嵐みたいな感じだよね、要はね、アンチだよね。ブロック指示な、こいつこれ嫌いだからブロックしろよっつって、ファンタスティック、その人もまあまあ投げる人ね。でもその人の方がすごい投げてくれる時ね。うん、きついで。どっち取る？天秤にかけるでしょ。うん、絡まないでな、あの配信者と絡まないで、コラボしないで、もう、ね、応援するのやめる。板挟みきついで。うん、配信始めるな、そういう人は。大体配信始める癖の強い人はやっぱ承認欲求を抑えられなくなって配信やりたくなるんだよ。うん、俺はねそういう人をブロックしちゃう。爆投げしてもブロックしちゃう。うん、いらねえっつって、もう英断だよ。うん、成功したね、やっぱり。うん、断腸の思いでブロックしたよ。うん、もういらねえと思う、めんどくせえ。判断力でね。うん、ほんまやで、ガチやで。うん、そうじゃないと伸びないね、やっぱり。うん、めんどくさな人だから。うん、したでしょ俺。他の人がいなくなるじゃん。なんか客層だよね。キャバクラとかと一緒だよ。客層が悪くなるとみんな来なくなっちゃうでしょ。いくら金使ってんだからっつってさ、そんな荒っぽいことされたらさ、お客さんちょっとすいません、出禁で。そうすると今までの活気が戻ってくるわけじゃん。そいついるとやっぱやだわなるとね、他の人が来なくなっちゃう。まあ一人のお客様よりみんなのお客様を取った方が、うん、そう、綺麗に飲んでくれる人の方がいいでしょ。キャバクラのお客さんとかホストでも、うん、迷うけどね。そうそう、それ一人で100万人、10人で100万の方がいい。長生きする、そっちの方がその一人が最後来てくれなかったら終わるもんね、イベントね。うん、あ、なんとかさん来ない、三浦さんどんつくやつかい、そりゃスペシャルハーツラブ。うん、まあ50億とかだったら話変わってくるけどね。もうラジコになっちゃう。うん、難しいよね、マッチ。そう、どうせあの人が投げるでしょって雰囲気になっちゃうでしょ。うん、安心してください、履いてますよ。確約ないね、ない、いつもない。あったらめちゃくちゃ余裕な表情でやると思うね。うん、イベラス1時間前とかに枠開けて余裕な顔してやってるね。うん、ないよね、一回も。
明日引っ越し、そう今日見積もり来て明日引っ越し、めちゃくちゃ無理言った。たまたま空いてて、うん、色恋はやんない方がいいんじゃないですか。でもカスはね、色恋やんないと食っていけないのが現実です。やっぱり固通してるよね。うん、それが目的で投げてるわけだから、カスで応援してる人はね、うん、固通してない人はいないんじゃない、カスでバック投げしてる人で。うん、ほとんど固通してるでしょ。なんかしてるよ、だからトラブルが起きやすいよ。でプラチナプラスからすぐゴールドに下がったりする、分かりやすいじゃん。すぐ落ちるでしょ。あれあの子プラチナプラスだったらもうゴールドかいな。なんだったあの時めっちゃ強かったの。だからずっとは続かないですよね、過疎の人って。負担かかってるでしょ、少ない人数で。で大手さんと戦うと投げてる人数が違うわけじゃん。うん、だからやっぱりそれぞれに閲覧がないと厳しいよね。うん、そう分母が違うね、分母が。だからふわっちは男が強いね、男が大体今まで。うん、女の配信者でマンスリーずっとキープしてる人いないでしょ。ほとんどトップ10男でしょ。投げ師さんがほとんど女性が多いから、ふわっち。うん、でずっとプラチナプラスの人、女の子いないでしょ、うん、こんばんは、ドンつくらつくい。あ、お姉さんはアンダーバーになっちゃってる。なんだパンツじゃない、パンツじゃない、ズボン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 、パンツじゃない。オカマはね、あんまりだよね、受けは良くないね。オカマで強い人、オカマイマイ、あんまりだよね。誰だと、オカマ、アヒコママぐらいか。アヒコママゴールドプラスでしょ。イベント出てるけど弱いでしょ、まだ。エテランはあるけど、ヒドンナさんね、強くないでしょ、あんまり。うん、あ、シュリちゃんね、シュリちゃん強いか。うん、アンダーバーわかるよ、うん、俺クラスだと結構アンダーバーは読める。うん、何が言いたいのかな、うん、あ、ブタイルさんね、スリはオカマだね。え、ナナちゃんバンなの、時差で。嘘でしょ、おすすめ来てじゃないの、バンなの、速報。ナナちゃんバン、おすすめ来てじゃないの、ただのバンらしいよ。アカウントあるってよ、あるってアカウント、おすすめ規制でしょうよ。どっち、野田は A 番と言ってるけど、そう番ちゃうよ、赤あるよ。番だとアカウントはどうなんだろうね、ツイキャスはよくわかんない。うん、442だけ、おすすめ来てだけでしょ。うん、横浜緑 A 番嘘くさいけどね、ソース出してないでしょ。番じゃなかった、おすすめ来てだけです、アカウントある。うん、コメントできたってオフラインで。番だとサポートからいなくなる、番なら赤消える。
うん、嘘つくな、忖度かよ赤松、あれでしょそれは。まあ明日から普通でしょ、通常でしょ。うん、読み上げできた。ツイッターでソース出た確定、嘘だろ。横山みどり A 版なの、どこ行くの、ツイキャスか、何したの横山。確定無期限って書いてあるわ。個人より肖像権侵害の申請、何申し立てがあったため、A 版だって無期限。何この人とエッチしちゃったの、これこいつ抱いたの、嘘でしょ。無期限版だって。配信者本人による肖像権侵害とかで無期限のバンをされました。大変悔しいですが、こんなのと関わってしまった自分の自業自得です。暗黒放送し、今まで見てくれてありがとうございました。NN？ 中出し？あ、暴露された。あやかし、あやかしっていう人。やばいじゃん。背中にフィニッシュ。彼女19歳。付き合ってるよ。19歳の彼女。あ、チャンネルってことね。C は。暗黒チャンネルってことね。うーわ、A 版だって、よっさんと一緒じゃん。うわ、めちゃくちゃデブやん。アカウント作り直したらニコ生できるの？それだったらよっさんできるのにやんないじゃん。無理でしょ。よっさん、ニコ生 A 版だからやってないじゃん。A 版だったら無理やんな。無理でしょ、作り直しても。4583無理でしょよ。無理じゃない、無理だよね。 A 版だったら、こんなの抱いちゃうの、みどりさん。自分のリスナーさんで可愛い子いないの、なんでこんなの手出すの。選べよな、あんだけリスナーになったら。バカじゃないの。うん、なあ、可愛い子いるだろうよ。雑食なの、おっぱいでかかったらいいの、誰でも。そうでしょ。うん、選んだらいいのに。太めが好き。あ、Rさんも太かったね。デブ戦なの。どこがいいんだろう。清潔感なるさ、ぽっちゃりにしたらいいのに。ちょっと清潔感なかったで、ちょっと、うん、まあみどりさんとは麻雀やったことありますけどね、歌舞伎町で。
あの人麻雀やりながらさ、スマホのゲームに集中しちゃってさ、何回も振り込んでたよ。集中力ないね。が好きなんだ。ワッチは来ないんだね。ツイキャスなんだね。ツイキャス、なんでツイキャス？やっぱ閲覧が多いから。うわ。もったいないね。ニコ生でできなくなったら。ってことは。ニコ生で最大手はやっぱ七原くんになっちゃうのか。ニコ生を引っ張っていく人ってみどりさんがもう配信できなくなるとねえ。ふわっちで言ったらゼロワンが A 版になったみたいなことでしょ。すごいニュースだねこれ。七原くんだね。七原くんはそういうのやんないんだ。 A 版とかなんない。アカウント規制は。七原くんは版になったことないんだ。うまいことやってんだ。サンジ、サンジって言う人やん。さんの復活ないでしょ。ニコ生ドワンゴがみどりさんを切った。忖度なかったってこと。みどりさん何十年って配信してんでしょ。忖度なかったんか。なんで見切っちゃったんだろうニコ生。あ、またコレコレさんがじゃあ A 版になったことを取り上げるってこと。ナナちゃんのこと取り上げるの。コレコレさんタイトル何。サンジが人気なんだ。ナナちゃんの話題またまた。ナナちゃんまたナナちゃんなの。みどりさんじゃなくて。有名キャスル氏がホテルで暴行。またそれ。あー、朝の謝罪配信流すのか。うわー、うん、少しにかかってる。あらららららら。政治の脱税について徹底的に行こうとしてる。追い込むね。かわいそう、ナナちゃん。はい、こんばんは。あ、10時半まで。早めに始めたの。2万7000人すげえな。車行かなかった。あのね、2人来てくれたんだけど、車持ってる人が。1人はあの
何仕事終わりで疲れてて、もう一人は機長さん寝てないから疲れてるって顔してたからコレコレさんはだって広島の人でしょ、もともと。帰っちゃった、2人ね。広島弁でしょ。ふわっちは時代遅れの小物が集まるサイトって言われたぞ。確かに小物かもしれない。だけどやっぱり他のサイトより稼げるからやめらんねえ。麻薬だよね。みんな行かないでしょ、どこも。ふわっち稼げるもんだって。小物とか言われても関係ねえ。うん。ツイキャス行ったらこんな収益もらえないでしょ。うん。だからツイキャスとかニコ生とかから来ちゃうと、閲覧も低くなるじゃん。だからやっぱプライドが邪魔してこれないよね。こっち課金サイトじゃん。うん。閲覧低くなるからね、やっぱどうしても。みんなやっぱユーザーが多いサイト行くでしょ、大手さんは。うん。だからこっちで配信してる人は本当に出逃げ場だよね。うん、月1000万稼げないですよ、他のサイトで。うん。あ、タバコ吸いながら謝罪配信したからどうなのって言われてる。給料ね、大事でしょ。だってどっちがいい、皆さんは。他のサイト行ったら閲覧はまあ 1.5 倍ぐらいになる、収益は落ちる。でふわっちでやったら閲覧は減るけど収益はもう何十倍、他のサイトの。どっちがいい、みんな、どっちでやる。ツイキャスとふわっちでやるっつったらどっちでやりたい。閲覧が欲しいか。うん。ふわでしょ。ふわなんだよね、収益重視でしょ、やっぱり。うん、収入だよね。だって閲覧あってもさ、のりちゃんでさえ200万ぐらいじゃない、月。多分ツイキャスでお茶まくねえ。で奈々ちゃんもそんぐらいでしょ。300、500とかいかないでしょ、1万人とかいても。ふわっちだよね。いつまで続くか分かんないけどね。そう、それが怖いのよ。いつまで食えるか分からない。でもツイキャスだと知名度があるからなんとかなるじゃん。うん。そう、のりちゃんは月1回だけお茶爆祭り。外行くよ、今から。メンシップでかいよな。今行こうとしてんだよ、外に。200万も入んだ、奈々ちゃん、マジで。うん。おすすめ規制だね、俺もまだ。奈々ちゃんも。ラーメン行くか、ラーメン行く、行くか。じゃあいい加減に、うん、ちょっと挨拶しないといけないからな、歌舞伎の人間たちに。最終日だからね、ちょっと挨拶してくるわ。
これフワちゃん話した、マジで、これフワには暴行にいるいって話してる。なんでフワッチが出てくるの、フワッチ褒めてる、なんで、なんでフワッチの話、あ、ナナちゃん、ナナちゃん来るの、フワッチ来ないでしょ、褒めてないんかよ、フワの対応がきちんとしてるって、なんか対応したっけ、フワッチ、なんで褒められてんの、フワッチ、あ、暴行即番、まあ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 、確かに、タクマとかね、キャス甘い、確かに、あー、そういうことね、うん、暴行声がちゃんとしてる、褒めてないね、え、ちょっと待って、これさ、ツナのこと知ってるの、ツナを認知してるってこと、ツナの暴行事件を、暴行というかあのぶん投げ事件、え、最近の話それ、ツナを認知しなくていいんだけど、嘘でしょ、ツナの件の話をしてるの、じゃあそれ頭の中で、誰とは言ってない、ツナとは言ってない、絶対そうだよね、頭の中でツナをぶん投げた配信者はバンになったのにってことでしょ、うん、嫌なんだけどツナが有名になったら、過去にあったこと言ってんの、ただフワッチの暴行事件は即番になったって言っただけね、あーね、最近のこと、最近のことだったらあれだよ、山田とか拓磨の話でしょ、優作とか、うん、深夜茶の件、フワッチのね、なんかイメージがツナだとちょっとやめてほしいよね、素直認知してるってやだよね、ナナちゃんフワッチ来るのかな、おすすめ規制でしばらく、でもナナちゃんこっちに来たらどうなんだろうな、フワッチ来るかね、来る？フワッチ。ナイス、毎回来る。ナイス、終わるな。誰も取れねえんじゃない。誰も取れないよ。ほんでコレコレさんが、奈々ちゃんがフワッチ来てナイス担ぎをしてるのを邪魔するべく、コレコレさんもフワッチ来たらどうするよ、藤沢だけには取らせねえっつってさ、これですにブワーッと押してもらって邪魔が入ったらどうする、終わるだろサーバーも、奈々ちゃん VS コレコレさんのねナイスランキング、ナナちゃんも5、6000人いるでしょ、でこれこれさんも2、3万人ぐらい来るでしょ多分、どうなの、俺たちはどこ行けばいいの、隅っこでやってればいいの、100人ぐらいで、うん、どうなのこれ、うん、これこれさん、なんかラジオのミュート枠でも1万人ぐらい来そうじゃない、ふわっちナイスだけ押しといてっつってさ、ナイスよろしくってテロップで書いてあって、なんかそれだけでもさ来そうじゃない、
するな、マジで。じゃあ行ってくるね。じゃあありがとう、今まで。ラーメン食ってくるわ。忘れも忘れてた。出ちゃうわ、丸が出ちゃう、お月さんが出ちゃうわ、これ暗いとお月さんが、寒いね。ヶ月やめてなって言ってる人いるんだけど、ヶ月しかないよ、ラーメン配信できるとこ。 なんでヶ月ダメなの、なんでダメなの、ヶ月、ヶ月しかねえじゃん。銀座でロレックス強盗ね、さっきコメントであったけど、ゾウさんでありやす、ゾウさんでやった秋子ママ行かないでしょって。秋子ママってどうするの、ラーメン食えんの、速報、慶応グループ側が処分を協議中。あら、協議してる。うどん食うの、ええー、か月のうまい、か月のは。爆発事件あった、西新井。やんないですね、僕は。一回やったけど。サービーは足が。なんでこんなさ、5月でこんな寒いの。めっちゃ寒いよ。めっちゃ寒いよ、足。半ズボンのやついないんだけど。俺ぐらいしかいないんだけど。
やけてるぐらいがいいよ、ブサイクだから。あったらしいね、冒頭ね。物騒だね。ブスでしょ、僕のこと思ってるでしょ、ブスだなって。飯食いに行きます。あと歌舞伎町のやつらにちょっと挨拶、捕まるまでやるってマジかよ、そこまで。アキコママの店行かないって言ってるじゃん。他にネタないんでしょって、ないよ、あるわけないだろ。黒かなんか行くわけないだろ。ルイージなんか行かないって、 A 番だろ、興味ねえだろ。まだ言ってるよ、ルイージ、ルイージとか言って。ルイージ相当好きだな。よーいどん。足が本当に、半ズボンってさ、クソ暑い時にしか履いちゃダメだこれ。普通に寒い。あ、歌舞伎行きます、歌舞伎。歌舞伎町に挨拶行きます、最後の。薬飲んだよ、もう一瞬で消えたな、あいつな、ルイージな。あ、505号さん、それ連投です、わかりましたから。もうスポーツウェアは太ってる人のために作られてないのね、さっきも書いたでしょ、わかったから。ごめんなさいね、太ってて、撮ってる人がスポーツウェア着てごめんなさい。本当にすいません、太ってて。何回も書いてくるこの人、しつこいわマジで、しつこすぎ。嫌なコメントだよね、なんかね、嫌味やったらしいわ、ありえないよマジで。撮ってる人は来ちゃダメなの、スポーツウェアは。
やみったらしいわ。どこのやつが書いてるのこれ。こやつに限って太ってんじゃないの。うん、感じ悪いわ。こやつに限って太ってます。ダメなんかやな、太ってたら。117キロだよ。その辺にいるでしょ、117キロだったら。どこにでもいるよ、俺ぐらいのぽっちゃりさん。ねえ、ガリガリよりいいでしょ、ちょっとぽっちゃりしてるぐらいが。あったかいよ、一緒にいたら。冬はくっつきたくなるよ。コロコロして可愛いんじゃないの。男らしいでしょ、大きい方が守ってくれるよ。190キロの股間もぶん投げたよ。そうだね、192キロからしたらガリガリだね。117キロなんか。そうでしょ、ガリガリだよ。ふざけんなよ。スペシャルハットドンクラスかい。あー、姉様です。ですよね、あの人受かってない、多分。貫禄ある、ガッチリの方が。パルちゃん150何キロ。歩いてて、寒いね。そうそう、スパッツみたいなの履いてる。スパッツっていうか半ズボン、ハーフパンツ。寒いよ、めっちゃ寒いよ。夜は画質落ちますね、やっぱり暗いと。キトさん帰っちゃったね。寒いぐらいがちょうどいいけどね、暑いでなくて。黒川行かないっつってんのもお前が行けよ、何がおもろいんやお前。黒川ハイツ、もう旬は過ぎたぞ。黒川なんかなあ、誰も行かねえじゃん、寄りつかねえじゃないかお前。エヴァになったらひどいもんだぜ。あれだけ仮装なしめっちゃ行ってたやん、女の子も。誰も行かねえじゃん。誰も行かねえじゃん、仮装。どかその女たちがよ、イベントでよ、無料アイテムもらいに行ってただろ。誰も行かねえじゃん。 A 版だからだよ。 A 版社には興味がないんだよ。ルージさん、ルージさんってあれだけ慕われてたのにな。冷たいだろ、あの時お世話になった女の仮装配信者、行けよ。映画になったら行かねえのかよ、思わない？どかその女どもが。誰だよあの時言ってたやつ。誰も寄りつかねえじゃん。
喋んなかったらいいんでしょ、映さなかったら。黒川チャレンジしてこいよ。ビビってんだろ。これ以上はね、薬関係に弱したから、自分の家でエミタロが売人が来て薬の売買してるって言われたから、ね、今日もやってる。そんなもんなんだよ結局。アカウントは守らないとダメだよって教えたんだけどな。無理やり撃たれたとかな言ってたわけじゃん。A 番です。エミタロが A 番になった瞬間喜んでたよ。やったって、もう女芸できなくなるねって、めちゃくちゃ嬉しがってたよ。映画になってほしかったんじゃない、見たら時には。一緒に YouTube やろうって。あ、ありやす、似合ってます。すればいいと思ったんじゃない、とりあえず数字にさ狂っちゃったね。エミタルと喧嘩したら、薬物の話匂わしたら閲覧取れる、気持ちよくなっちゃったじゃない。本当に頭がラリってたからそういうのをやっちゃったんだろうね多分。そうだと思わない？ラリってたんじゃない？ガチで薬やってたから。とりあえず腹減った、減っちゃった。寒いよ、めっちゃ寒い。車もやめた、ドライバーが疲れてたから二人とも。俺ぐらいだからさ、こんなたっぷり睡眠時間取ったやつ。彼らは睡眠取ってなかったから。
ったと思う。疲れてただろ。無理すんなよ。疲れてるやつとラーメン行ったらさ、うまくねえからさ。味噌菌売ってる？味噌菌食うか？持ってるの味噌菌うまいの？大したことないんじゃないの？ブレブレすいません、ごめんなさい。町田住んでないよね俺、何回か泊まっただけだよね、住んでない。買ったんだけど忘れちゃった、持ってくんの。何食うか。いや、四つ穴の方がいいでしょ。味噌菌レビュー。フェイはね、あれ品川じゃない、品川。
晴れちゃって。沸くの？どうやって？どうやったら沸くの？ん？どうやったら沸くの？教えてよ。何沸くって。うどんはないでしょ。あれ今日何曜日だっけ。あれ今日配信者行っていい日だっけ。月曜日。行くだけで沸く。沸くわけないでしょ。びっくりした。くるくる嘘やろ。誠司さん行きましょう。近くまで来たって聞いてたので。だ電波あるじゃん。あの Wi-Fi 繋ぎましょう。いやいいいい行きましょう。もう寂しいんで神戸行っちゃうんで、うん、最後ぐらいちょっと行きましょうよ。ラーメン食いたいよ俺。だから終わった後ラーメン食べてきましょう。じゃあまりリスナーさん嫌ですか？え？関わるなよ。何が？太郎いらない。あ、すいません。ラーメン行こうよ。それ、ラーメン食ってくるわ。みんなそっち派ですよ。誠司さん、誠司さんリスナーみんなラーメン派だから。うん。ごめんね。近くにいたらしかった。ああ。すいません。たまたま。おはようございます。ポートだけ。ありがとうね。ああ、寿命縮まった今ので、あいつ、マジ。寿命縮まった。びっくりしたよ、マジで。ほんまに。電波あるでしょ。Wi-Fi 繋いでまででしょ。だってそんな。だって俺さ、お母さんにさ、死んだお母さんにさ、入れ墨入った人とは関わるなって言われたんだよ。お家入れないからねって言われたんだよ。天国のお母さんの教えを守ってるんだよ。ごめんね。入れ墨入った人って悪い人が多いから関わっちゃダメだよって言われたんだよ。悪いお友達だからダメだよって言われたんだよ。しょうがないじゃん。お母さん死んじゃったよ。でもワンポイントだったらいいよって言ってたの、お母さん。ワンポイントのタトゥーぐらいだったら大丈夫だよって。がっつり入ってる人はあんま関わっちゃダメだよって言われた。ワンポイントだったらね、がっつり系はダメだよって。本当ガチガチ。怖いじゃん、だって入れ墨入ってる人って怖くない？無理よ、だって何するか分かんないよ、切れたら刺してくるかもしれないじゃん。だってさ、入れ墨入れるって相当根性入ってる人じゃんね。えいきなり刺してきたら嫌じゃない？うん、怖いよ、なんか無理なんだけど。
偏見かもしれないけどさ、入ってない人はそういう風に思うわけよ。怖いんよ、なんか。そう、俺古いからさ、考えが硬いから。笑顔を起きすぎると失うことを思ってしまうの。テーブルダメですか？テーブルダメ？あー、なるほど。いい？これやってるから。はい。あ、いい？まあ、僕も やってるんで分かりました。あ、やってるの？分からなくない。やってるのか。はい、YouTube でちょっと食レポとか。あ、そうなの？やってみてるから。分からなくない。あ、じゃあ、麺型で。麺型で。
あ、餃子もうまいね。餃子も捨てがたい。足がないもんね、足が。もうでも時間も時間ない。ルーチンだから詰まっちゃってる。やってないでしょ。遅くまでやってないと思う。サントリーね。ありがとうございます。簡単にする？たまに来るでしょ。来ましたよ、来ましたよ。Thank you.